はい、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 あの答弁にもありましたように、宿泊先の確保、受験生のですね、それに関して大きな問題は生じていないというようなことであろうかと思っております。いずれにせよ多くのまた人の動きがありますので、交通面での対応ですね、そこをしっかりしていく、渋滞等が生じないように、トラブルがないようにということでの対応が必要かと考えています。はい、まあ、あの宿が必要な受験生が宿がないというような事態は少なくともない、まあ、あのなかなかその近隣にというところは難しいかもしれませんが、交通機関で対応できる範囲内でですね、宿泊施設は確保できているのかなという受け止めです。WBC の、まあ、試合自体は午後ですよね。それで受験生は、まあ、朝の対応であろうかと思いますので、そこが全くバッティングするということはないと思います。いずれにせよ受験生も早め早めの対応で、ね、やられると思いますし、それに合わせたあのバス等の増便というところが図られますので、なんとかそういうことで、混乱を回避をしていきたいと考えています。はいはい、はい、はい、午前中の質問で、あの国際的、国民の国際的女性の、はい、あの質問があったんですが、3月と4月に、飛行船のチャーターと、それから破産船の、はい、まあ、いろんな韓国の、はい、チャーター便が、まあ、予定があったということもあったんですけども、まあ、この、まあ、国際線、激予選の大会というのが、まあ、そうですね、やはりそういうチャーターが企画をされるということは、本県 の、 あのゴルフも含めてですね、その観光需要というものがあるというところは、まあ手応えを感じながら、まあ、そういうチャーター便の、まあ、成功といいますか、運航を積み重ねによってですね、まあ、早期の定期便再開につなげていきたいと考えています。あ、はい、朝日新聞の、あの午前中の横田さんとの質疑の中で、はい、その多分知事の1期目に、あの東国原前知事をその何らかの役職をですね、辞職されて、まあ、ちょっとその終わりがどうなったのか、ちょっとあのやり取りの中では明らかじゃなかったんですが、あのなんか経過、今はもう形骸化してるみたいな指摘があったんですけれども、あの実際のところは どういった経緯だったんですか。あのそれに関しては、
いわゆるあの著名な方、発信力のある方に宮崎大使を委嘱をしているという制度があります。芸能人の方とかあのスポーツ選手とかですね、まあ、そういう一般的な制度があると。それと同様に東国原さんが退任をされたときに、私の就任初日ですが、宮崎大使に委嘱すると、まあ、ただまあ知事もされた方ですので、まあ、特別な名前ということで宮崎特命大使ということで、引き続き宮崎の PR に努めていただきたいという委嘱をしておりますということですね。またそういう移植をしたという事実が県民の間での認識が薄れているというのが、まあ、今の形骸化したというようなことかもしれませんが、あのご本人に対しては引き続き同様の姿勢ですというのを去年 の選挙の時 の対談でもですね申し上げたところでありまして、何か改めて今から移植するということなく、また今回選挙で、まあ、いわばあの対立候補として選挙を戦うことになったわけですが、そのことをもってその移植を、まあ、取りやめたといいますかですね、そういうこともしておりません。あくまで継続で引き続き、発信にご尽力をいただきたいという姿勢には変わりはないと考えております。はい、今日質問には直接はなかったんですが、はい、今日ウクライナ侵攻から1年になるので、はい、知事の受け止めと、あと県としてできる避難民への支援であったり、今後のスタンス、姿勢、思いについてお願いします。そうですね、思いもかけない、まあ、ウクライナ侵攻からですね、いろんなことが発生をしてきたなと。さらにはまた今長期化の見通しが言われております。そのことによる、まあ、様々な影響が、まあ、世界の社会経済、そしてまた本県にも及んでいるということを改めてこの1年にあたってですね、思うところであります。今ご質問にありました避難民の方はですね、これまで必要な対応をそれぞれ、まあ、相談対応等を図ってきたところであります。引き続きこの紛争、戦争の長期化に伴って、なかなかそういう避難された方が帰国をされるというきっかけが難しくなるのではないかという状況の中で、我々としてはできる限りの支援、今後ともですね、努めてまいりたいと考えております。はい、はい、お伺い方トレーニングセンターについて、はい、ちょうど昨年の代表質問でも取り上げられて、当時は福岡の方で の教会主導の施設のですね、建設が、はい、まあ、この時はまだ情報が殺到してまして、まあ、影響としてはないというような、ああ、はい、だったかと思います。結果的に、まあ、その日本ラグビー協会主導 の自前で の設備がですね、はい、できたその影響をです、ね、まあ、宮崎にとっては仕方ないかもしれないですけど、高校出生とか、まあ、今後の代表合宿の誘致についての見通しについて。そうですね、これについてもいろいろ説明を受けておりますが、まあ、ラグビーの代表等のですね、合宿も、まあ、宮崎だけ福岡だけということではなしに、まあ、全国各地、まあ、北海道もあろう、まあ、少子長野とか使われることもあろうかと思います。いろんな選択肢を増やすという中で、それから日本代表のいわゆる15人制以外もセブンスも含めてですね、いろんな年代のラグビーのそういう合宿の需要というのはありますので、引き続きそのさまざまな候補地の中で、我々はこれまでも15人制も含めてですね、代表の実績を受け入れてきた実績がありますので、それを引き続きアピールをして、さらなるまあ施設の充実を図って、まあ今後とも必要な役割を果たしていきたいという思いに変わりはありません。関連して、まあ、そのとはいえ、まあ、かなり自前の施設なので、まあ、日数等もなかなか難しいかと思うんですけども、まあ、その今後、他競技の転換とか、もちろんラグビーだけの仕様ではもともとないんですけども、はい、他競技の転換などその影響とありましたら、はい、まあ、転換といいますか、今ご指摘ありましたようにラグビーだけの施設ではありません。サッカーとか陸上競技とか、まさに屋外型のスポーツのトレーニングに最適なものとして、我々は整備をしております。福岡がどのような施設の内容なのかは分かりませんが、やはり、まあ、福岡も近いでしょうけど、空港からのアクセスの良さだとか、それからやはり宿泊施設、ああいう、まあ、立派なといいますか、充実した宿泊施設があり、これまでの受け入れノウハウがあるという我々の強みはあると考えておりますので、そこをしっかり引き続き、まあ、ラグビーをはじめ、今日答弁しましたように、さまざまなスポーツ団体にですね、発して、
より活用していただく方向で我々としては PR 努めていきたいと思います。はい。